おはようございます。今日は新潟県上越市やってきました。こちらがどこだか分かりますか？街道日記の新潟収録といえばもうおなじみのお店になっているんですけれども、こちらはですねミッドガーデン上越店さん、見てください、このお庭、滝が流れてますよ。さあそんなわけで今回は街道日記第951話、次の節目に向けてまた新たなスタートとなりますが、もう第1000話という大きな節目に向けても残り50話を切ったところになります。さあそんな中で今日はですね、整理券の番号がこちら、先着順での配布でしたが51番目の入場です。何打ちましょうかね。結構このミッドガーデンさんでは僕おきどきでいい結果をこれまで残せてますので、朝一おきどきもありかなというのを考えてます。あとは久しぶりに朝一リベロもちょっとリベロの元気がいいっていうこと聞いたので、どんな感じかあんまり良くなければ早めに見切りもつけれると思いますし、バラエティも非常に騎手個性豊富でですね、とにかく騎手数が多いようですね。かなり悩んでますが、朝一はリベロか置き時スタートで、状況を見て2騎手目考えていきたいなと思ってます。おはようございます、よろしくお願いします。さあ行きますよ。おはようございます、よろしくお願いします。リベロ行ってみますか。最近朝一リベロ打ってなかったので、久しぶりにはなりますね。さあ行きますよ。久しぶりですね、朝一リベロ。まずはコンビニステージ。結構多くのお客様が並ばれている中で、キブナとリベロに向かわれたお客様が一番多かったですね。さあそして今日は街道日記の第951話ですけれども、実は昨日番外編の収録で東京都の秋葉原に行ってきました。昨日が10月3日ということで、魔法少女まどかマギカのかなめまどかさんのお誕生日だったんですね。なので秋葉原はもうすごい盛り上がりでしたね。そんな中で僕はおわお500ポイントも来た。朝から窓まぎに座ることはできず凱旋スタートだったんですが、その凱旋がつらかったんですよね。でようやく後から窓まきにはされたんですけれども、結果的には大敗をして迎えた今日の朝ということで、気持ち的には次の節目に向けての新たなスタートと言いながら、まずは昨日の負けをなんとかここでしたいという気持ちで来てます。相変わらずリベロンはそんなに詳しい解析情報っていうのは出てないと思うんですけど、6は明らかじゃないですか。もう出方がポンポン渡って AT は伸びずっていうですね、おねだりアタックのゲーム数も、ほぼ5ゲームというところと、200ゲーム台での当たりが非常に多いというところで、鬼天国のループが早めにね見られれば6の可能性も出てきますけど、ただ6以外って全然わかんないでしょ。全然わかんないというか、シータが出れば偶数か奇数かぐらいかはわかるかもしれないですけど、なのでもう結構リベロンは明暗はっきりする形で、台数が多いお店も朝からわっと埋まったとしても、もうお昼過ぎには半分以上の方が辞められてるか、結構多くの方が残ってるか、もうこの2つに分かれるんですよね、お店によっても。でこちらのミッドガーデンさんも24台の設置があるというところで、朝から多くのお客様が座られています。もうリベロンは8割から9割ぐらいお客様が座られている状況です。これがお昼ぐらいにどうなってるかっていうのも一つ楽しみですよね。さあ900ポイントまで来ました。あと100ポイントで3つ目のアイテム獲得です。ただゲーム数722ゲームということで、白鯨攻略戦も迫ってます。どっちが先か、1000ポイントが先か白鯨攻略戦が先か、もちろんその前にはリベロポイントの高確率状態入るので、異世界体操なしでも1000ポイント到達の可能性はある。いやむしろもう全長入ったら異世界体操ないので、異世界体操なしで貯めるしかないですね。さあレムちゃん登場ですが、リベロポイント1000ポイント到達で3つ目のアイテム何が出てくるか、これは楽しみ。そしてゲーム中750ゲーム過ぎてますけど、それでも当初は600枚と、やっぱり通常ゲームのベースの高さですよね。この辺りはしっかり回せました。いやー長かったけどなんか楽しかったな、この700のハマりも。766ゲームで今日最初の八景攻略戦に突入いたします。ここですね、1000ポイントの分何が出てくるか。1体撃破、お確定した。1体撃破3つ目でございます。これねなかなか見れないですよさあ行くぞ、やるぞ、出すぞ、今日は勝つぞ。さあおねだりアタック80ゲーム以上なら完全にプラスに入っていきます。何ゲームスタートになるか。いいですね、ドキドキチャージ。いきなりレア役でした。10ゲーム少ない。ちょっと少ないよ、ちょっと少ないよ。あれちょっと10の振り分け低めですね。ここは10、いや80難しいぞこれは。これでやっと50、これでラスト。いやー乗らないな、5ゲームの振り分けが高いな。行きます。乗ってくれればいいけど途中でちょっと少ない初期ゲーム数でしたね。最初のパネルも弱い。まあ逆にちょっと5ゲームの振り分け高かったので、これでねこの後鬼天国とか出てくればめっちゃ面白くなりますけどね、どうなるか。さあこれでやっとパネルを開きました。これで赤ボーナスチャンスですよ、ボーナスチャンス。今モード赤までいってます。早めにカットイン来て狙ってくださいって。よし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 、助かった。ここは2角ボーナスです。なかなかね、この狙ってください言わずにあっけなくモードが落ちることもありますからね、助かりました。600枚は出せそうです。これでこれボーナス、ボーナス中の馬の線は相当嬉しい。30ゲームです。これで残りが54ゲームですから、まあ、この80の振り出し以上の状態になりましたね。はい、ボーナス中30ゲームの上乗せがありまして、残りは54ゲームです。ボードはまだ赤のままですね。この間にもう1個ボーナスがないかな。お、レムのパジャマパネルが潜んでいます。ここは上乗せチャンスですね。この後と言っても、まあ、外れることも結構多いですけどね。レムのパジャマ期待したいと思います。上乗せ当選率は 50% ですね。さあモードが再び赤に上がってます。ここで開きたいな、このパネル。よし、来たぞ。ここはパジャマパネルからチャンス。あ、次水着だ。水着は熱いですよ。水着は上乗せ当選率が 90% 以上と言われてて、さらに30ゲーム以上の上乗せです。結構この AT は伸びるかも。はい、ここはパジャマパネルからの上乗せですね。まあまあまあ、この後ですよ。この水着パネル楽しみですね。なかなか右の青が来ない。右の青が来ない。残り17ゲームあるんで、まあ大丈夫と思いますけど。あー、来た。うわ、こんな感じになるんだ。え、珍しくないですか。このウェディングドレスでしょうかね。ウェディングドレスのレム、すごい綺麗。ゼロからルーレットに行った。これはまた嬉しいですね。あ、違う違う、ゼロからルーレットか。ゼロからルーレットに行ったって当たり前の話ですね。ちょっと俺だりアタックと今勘違いしてました。30ゲームの上乗せです。すいません。あ、おねだりアタック行った。そう、さっきのゼロからルーレットをおねだりアタックと見間違えたんですよ。おねだりアタックですよ、ここから。しかもまたこの後にはパジャマのレムがいます。これ一発目の AT 感想あるかもしれません。感想あるかもしれませんね。さっきの55ゲームは超えたい。まあ嬉しいですけどね、40でも。消化中のおねだりアタックもあったので、結構大きな枚数期待しましたが、ここまで合計136ゲームの消化になります。はい、獲得枚数は1134枚、まあ、500枚ちょっとのプラスという結果ですね。終了です。でもなかなか面白いスタートでしたね。ゲーム数は朝一700超えと深かったですけど、1体撃破を3つ抱え、そして AT に入ればパジャマパネル、水着パネル、そしておねだりアタックなんかもあり、楽しい一連の流れでした。打ち始めから AT 消化まで、まあ、とりあえずここは回していきましょうか、しばらくね。超えてしまいましたが、いずれも0から出当選ということになります。はい、ここまでですね。841枚の獲得で持ちコインがこれで1400枚ぐらいとなりましたので、1回目の AT が終わった時よりはプラスを伸ばすことができてます。さはまってますけど順調ですね。ここで徹底したが出ました。246円ということで246ですね。いやー、さすがに厳しかったですね。はい、まあもう設定差は246が出てるので、はい、ここは2以上の差ということですね。これにもう1個いったい撃破か撃破率アップあれば結構本当に強くなるので勝つ可能性はぐんと上がります。ペテルギウス、あ、強チェリー引いた。まあこれがフェイクなら異世界体操確定なんで、もう1個アイテムゲットに大きく近づきますね。というかもう1個アイテムゲットできますね、多分ね。ただここちょっとね、ペテルギウス大事なところで当たってくれないですけど、こういうところで当たりそうな気がします。チャンスアップいつも来てます。赤までいったらもう白鯨攻略戦濃厚です。あ、白鯨攻略戦濃厚。じゃあさっきの強チェリーどうなります？あれ1体撃破抽選がここから始まってればすごくいいですけどね。どうなんだろう、その辺。白鯨攻略戦本年長中の強チェリー、まあでも倒すしかありませんね。今日のラストチャンスになります。さあ行きましょう。本日4回目。当てれば勝ち、当てれなければ負け。ちなみに持ちコインは400枚ぐらいあります今。なのでまあ当てれば勝ちですね。レムリンでいきましょう。あ、60% スタートだ。これは嬉しい。いいんじゃないですかね。74% あれば1体撃破ありますので。さあここは絶対失敗したらいかんぞ。74% あります。よしよし、花は好き。結構ね、この白鯨攻略戦中で引けてるんですけど、いいタイミングで強チェリーというのはなかなか来ないもんですね。まあスバルなんで大丈夫でしょう。さあこれであと1体。ちょっとヒヤッとしましたね今ね。頼むよここ。よし、いいカードスタート。半分削った。これは強いですね。ここは苦しいでしょう。そして赤までいけばもう勝利濃厚。緑か、よしよし。ボタン勝ちました。なんとか最後はゼロカラッシュ確定として今日はプラス出になります。いやー、ちょっとねリゼロ一本勝負どうなるかと思いましたけども、ごちそうさまです。それでは本日3回目のゼロカラッシュいきます。持ちコインが400枚ほど、投資は600枚です。あんまり初期ゲーム数は今日伸ばせてないですけれども、どうかな。ここはまあまあ10ゲーム来てますね。よし、30きた。結構大きいです。ここ狙ってみる。お願い。あ、さあ初期ゲームも本日最高の初期ゲームということになります。これで95ゲーム。よし、100ゲーム超えた。すごいいいタイミングで早く持ってきました。快勝ですね今日ね。124ゲームスタートです。参ります。はあ、よかった。追い続けて2回目の AT が終わった後にやめるかどうか、2回目の AT の後1回8回攻略戦負けてやめるかどうか、結構こう移動しようかどうしようかっていう時間はあった中で今日は続行を選びました。まあ結果オーライですね。投資が低かったんで一発8回攻略戦クリアできれば勝てるというところでいきましたけどね。ただ分かんないですね。246の下が結構出てて、でも規定ゲーム数は4回中3回が700ゲーム超えっていう、まあまあしんどい通常ゲームでしたね。あ、4回中2回ですね。700、700、500、600でしたね。さあそして、街道日記はですね、前回の第950話から番組をご覧の皆さんに毎回街道日記特製のカードケースをプレゼントするようになりました。毎回抽選で3名の方にプレゼントしておりますが、ご応募方法はアローズスクリーンの LINE アットにご登録をいただいて、その LINE アットの中に毎回僕が発表するキーワードを送るだけとなってます。 LINE アットの登録方法はアローズスクリーンのホームページに入っていただくと LINE アットお友達登録はこちらというバナーがありますので、そこからご登録いただけます。さあというわけで今回のカードケースプレゼントのキーワード、ここで発表したいと思います。本日の街道日記特製カードケースプレゼントのキーワードは1体撃破でお願いします。今日は最初の AT が1体撃破3つ並んで AT 確定でしたので、今回のキーワードは1体撃破、こちらで LINE アットの方にご応募くださいませ。お待ちしてます。これで AT ゲーム数すべて消化となります。はい、獲得枚数1177枚という結果でした。終了です。はい、交換枚数こちらですね。1564枚の交換ですので、本日のプラスは964枚という結果でございました。それでは最後ちょっと店内の様子だけ見て終わりたいと思います。ありがとうございました。さあ今日はミッドガーデン上越店さんやってきました。まあ、リゼロ朝から非常に好評で多くのお客様ずっと座られてますけれども、リゼロコーナー朝からわっと座りましたけど、これがお昼ぐらいにどうなってるかで結構お店の明暗分かれますよねと言いましたけど、結構お客様ですね残られてます。であちらの列はですね意外とこう空き台がポツポツ出てきてるんですけど、こちらの列がですね非常にこうお客様多く残られてるような感じで、割とね出てる、ほら3000枚以上出てるでしょう。そして今日はですねもうミリオンゴッド、僕は今日はミリオンゴッドは打たないと決めてあえて避けたんですけれども、そんな日に限ってミリオンゴッド2000枚でしょ、その隣8000枚、その隣約6000枚、その隣約6000枚、その隣約4000枚、これすごくないですか。4000枚、4000枚オーバー、5000枚オーバー、5000枚オーバー、8000枚オーバー、2000枚オーバー、見えます？もうどこからアメグレが流れ寄るかわからんぐらいですね。とにかくミリオンポットがもうドッカンドッカンです今日は。はい、まあ、久しぶりに新潟県やってきましたけれども、まあ、相変わらずミッドガーデン上越店さん高架道で、そして機種数も台数も多いお店でありながら非常にこう設備の整った素晴らしいお店だなというのを改めて感じることができました。また次回お邪魔できる日を楽しみに今日はこれで失礼したいと思います。以上、シーザの街道日記第951話でした。